いや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 、お風呂から上がってきたらなんとなんと、東北高校決勝進出じゃないですか。いや、おめでとうございます。いやー、びっくり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 ,くり,っ,くりっていうことで、いや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 、東北高校これ、何十年ぶりかのね、決勝進出じゃないですか。その、東北大会とか、その、何々予選とか。 えー、そういったその地区予選で、た、まあ、多分東北大会の決勝進出っての本当に久々だと思います、何十年ぶりかと思います、まあね浅はかな知識ですいません、えー、ですけど、そのぐらいあの、あの、久々、久々だからこんなにもう興奮して、風呂上がりに、あのね、汚い体で、裸で緊急で動画回してるんですけど。 いや、もうナイスゲームでしたね、今日ね、本当にあの、青森山田さんと戦って、最初ね、あのー、どうかなーと思ってたんですよ。やっぱり青森山田っていうのはやっぱりね、強豪ですし、いや、なんかこう、今までの東北だったら、土壇場でちょっとね、爪の甘いところとか、えー、何回もこう、見てたんで、もしかしたらと思ったんですけど、いや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 、もうね、スコア見たらね、もうね、3点取って、まあ1点取られたものの、そのまま行ってね、 いや、いいゲーム展開でしたよ、これね。うん、ヒヤヒヤしましたけども。で、先発が、あの、ハップス大輝くんなんか、バップスだかハップスだか、どっちかわかんないんですけど、ハップス大輝くんあの、ハーフのね。あのー、あのハップスくんがね、あのー、3回か4回までにもう、4つ三振取ってましたから。で、今日、青森山田の先発の木村くんサワンの。あのー、木村くんも、 5個三振取ったっていう、これ投手戦だなぁと思いながらね、見てましたけれども、あの、ゲーム始まる前の下馬評で言うと、東北はこの複数枚数を持っている投手陣、で、青森山田も複数の枚数を持っている投手陣がいて、で、中軸の打てるバッターがいて、そしてキャッチャーも強肩で、で、こう、似たようなチームカラー同士の対戦だったっていうことで、こう、がっぷり四つこう、相ま見えたら、どっちが勝つか分からないっていうふうに言ってたんですけども、いやー、なんのなんのなんの、東北自力を見せてね、 あの、紫軍団、ペガサス軍団って言うんですかあのー、いやーもうね、飛躍してましたよ、はい。で、決勝進出してたのが、第一試合で成功学院。こちらもね、あの、青森弘崎聖愛高校との激しい試合で延長勝って、あの、成功さんが決勝進出して、で、まあ、決勝の相手はね、東北対聖光学院ということで、これもね、一つこう、 あのー、こうちゃんは、あの、身近に、東北と聖光学院の兄弟っていうのがいるんで、お兄ちゃんが東高校、そして弟が聖光学院っていう兄弟がいるんですよ。仲のいいね。だからそれも、だから加味して、なんかこう、すごく、お東北対聖光すげえみたいなと思ってたんですよ。前々からね。で、これがまた実現して、で、まあ、遡ること東北対聖光ってそんなにやったことねえなぁと思って、 多分あの、東北高校の十数年前の、そこまで巻き戻しちゃうんですけど、あの、萩野を要するあの、東北高校、まだあの、縦島の時、初代の縦島の時の、え萩野、宮下、上田、関口、高橋とか、なんかもう本当に僕らの二つ下の世代なんですけども、まあ大型チームですよね。あの時も確か東北大会の決勝か準決あたりで、成功学院だったんですよ。 で、それ以来じゃないですかね、トーク対成功。なんでね、これね、非常に高校野球ファンから見たら、そのオールドファン、オールドファンから見たら、すごく面白い対決かなっていうふうに思います。またね、これね、こう、今やってる大会が、あの、えー、春の、春って書いてるあの、春季秋季うん、そう、うん、うん。春季か。こ東高高校、東北地区。 えー、高校野球大会というところで、えー、夏なのになんで春の大会やってるのかなーってこうね、高校生ながら私も思ってましたけども、この大会っていうのが、いわゆる、えー、夏を占う一つの、えー、大きな要素になってくるという、あの大会でして、まあ選手側も、もう選ぶ側もですね、やっぱ夏、 あともう少し、もう数ヶ月で最後の夏の大会、甲子園予選始まりますから、そこの大会のメンバーを決めるという大事な大会でもあるんですよ。えー、で、そこでやっぱ選手たちも結果を出さなきゃいけないというね、もうね、排水の地に臨むわけで、これ熱い大会になんですね。まあね、その、東北大会取って上の全国大会ってのはないんですけども、でね、これね、まあ、育英さん、仙台育英さんがね、こうね、序盤で負けてしまって、おやおや、おやおやと思った人もいるんですけれども、 これね、夏はね、こうやってみないとわからない。えー、蓋を開けてみないと分かりませんから。で、まあ、東北もそうですけど、周りの高校ってのはストップ・ザ・イクエ、打倒資格で来ますから、これはね、あのー、夏はどこ買ってもおかしくないというね。うん。でもこの1つ、えー、この、一つ、えこの、今年の東北高校は、やっぱりこう、最近もこう、メディアでもね、ネットニュースにもなってましたけれども、 東打の二刀流ということで伊藤くんがいるということでね、あのピックアップされてダル二世とかって言われてましたけども、そういうこう軸になる、えー、選手がいるっていうのもやっぱり一つ強みだと思います。まあでもね、そのあの、伊藤くんだけじゃなくて、その、東高校っていうのはその、 複数枚投手を持ってるって最初言いましたけれども、その、奈良の柏原から来てるね、小村くん、あとは今日先発したハップス大輝くん、そして伊藤くんとね、こう、ま、あ三本柱と言われているのがいまして、あの、まあ、あ枚数持ってる時代というか、その代っていうのはやっぱり強いかなというふうに思いますね。あの、僕の二つ上の時の、えー、世代で言うと、マカベ、 うねお、ダルビッシュ、そして堀川というね、4枚ぐらいいたわけですよ。140キロ超えるようなピッチャーがですね。で、今年もやっぱりその3人とも140キロ普通に超える、えー、急速持ってますから、これはあの、体力勝負になる夏、この予選は本当に強みかなというふうに思います。ただ、えー、ライオンもライオンで、ただで終わらないと思いますので、えー、眠れる死繍呼び起こしたじゃないですけれども、 まあ育英も腰たんたんと目の揺れ返てやってくると思いますんであのー、夏本当に楽しみた戦いが始まるなというふうに思いましたいやでもねこのひとまずこの東北軍決勝行ったというねこの強い東北軍帰ってきたというふうにこう あのー、オールドファンも東北高校ファンも田島ファンも高校野球ファンも、東北地区の高校野球ファンもこの戦いを思って思ったと思います、そしてこうやってね、あのー、決勝進出に行けば沸き立つこの、ね、周りの外野たちも私のようにいますので、これね1つこう、東北の、えー、復活って言ってもいいのかなという,ふうに思いましたいやいやいや,いや、まあね、本当に決勝戦勝ってです、ね、優勝してもらいたいなというその気持ち1つだけでございます。 いやー本当に今日はナイスゲームでさーー東北、えー、紫軍団、えー、決勝も、えー、頑張っていただいて東北のてっぺん取ってくださいそれではお,お後がよろしいようでじゃあ304年目い